ろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこボーカルレッスン動画です。最後までご覧ください。さて、第1回目の今回はドゥルルルルバッセン、ウォーミングアップ。歌う前にウォーミングアップをしてから歌いましょうという、そんなお話です。ウォーミングアップでは、ストレッチとか歌う前にやることとか、母音の練習してからやろうねとか、そんなお話をしていきますが、第1回目の今回はストレッチね、やっていきます。ウォーミングアップはシリーズ3つまでありますので、どうぞ最後までね、第3話までご覧いただきたいと思います。まあ、全身のストレッチ、これはラジオ体操とか普段やってる体操で大丈夫です。全身を使って歌を歌いたいので、体を自由に動かしておいてください。そしてそれが終わった後ですね、特にやっていただきたい場所をちょっとピックアップしてまいります。まずは首の周りのストレッチです。首っていうとなんか後ろのイメージがありますが、前もね、声帯っていうのはこの喉仏の後ろに二枚ひだがこんな感じでついておりますので、前もやっぱりね、大事な大事な首なんですね。この辺もしっかりと物理的に手でマッサージしてもらって大丈夫です。それから肩もね、そして背中、ここ意外にね重要なんですよ。ぐーっと、なるべくこの肩甲骨が内側に入るようなイメージです。そしたらば今度は表情筋のストレッチです。まずは胃の口、いやったら次あいうえお、母音とはちょっと違うんですけれども、ストレッチなのでもう極端に広げて、あとはタコさん口うーってやっちゃって大丈夫です。いなるべく開いて、なるべく閉じて、なるべく開いて、なるべく閉じる。今度はイからアにします。あー、しっかり開いて、次タコシャンプチュー、あー、なるべくほっぺたのこの辺がですね、ギュッと広がるイメージでね、あー、という感じです。はい、表情も和らいできたらば、次は下、ベロのストレッチです。ベロはですね、物理的に前にグッと出していきます。出すとグッとベロ伝って、この辺ぐらいまで、喉のこの辺くらいまで引っ張られる感覚がないですかね。そうなんです、力いっぱい出してくださいね。次は口の中をぐるぐるとベロで回していきます。こんな感じ、反対もね、この時のポイントは力いっぱいやるということです。手抜いてとかってやってるとちょっと効果としては薄れてしまうので、ベロでほっぺたぶっ刺すような、そんな感じでとやってください。そうするとこう舌がですね、キリキリっと突っ張るような感覚があるので、そうするとちょっとゆっくりこの辺がポカポカしてくるかなと思います。ぜひ歌う前にはこのストレッチをやってから歌ってみてください。ウォーミングアップは第3話あります。今日はその3分の1をやりました。次回は3分の2ですね、歌う前にやることっていうのをやっていきます。今年からはしっかりとボイトレ動画をアップしてまいりますので、ちょっとでもあらいいわと思った方は
グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。佐藤ひろ子でした。またね。